花下記者集団有限公司は、新洋に本拠地を置く中国の自動車メーカーである、商用車の金牌と各水ここ、及び乗用車の中華といったブランドを有する。2020年1から10月の新車販売台数は68万台で、メーカー別で中国国内9位。2003年からは、 BMW との交弁で3シリーズと5シリーズ X1 を生産しており、中華ブランドの車両への技術供与も行われている。また、トヨタ自動車、三菱自動車、ポルシェ、ピニンファリーナ、イタルデザインなどからも技術供与が行われている。2009年末にはアメリカ市場への進出が計画されていた。二千二十年時点では、BMW との合弁による乗用車、 ルノーとの合弁による商用車、そして3つの自社ブランドによる生産体制となっていたが、2019年、新型コロナウイルス感染症の流行拡大により、自社ブランドの販売が極端に低迷。2020年11月20日、破産手続きに入った。BMW などとの合弁事業には影響しないという、公案で使用される、ウミシシリーズシニオ。ありがとうございます。